まあでもこれいい湯だから結構。うん、うまい。やっぱりジャガイモとベーコンのバランスですね。あとやっぱラクレットとジャガイモの相性がとてもいいですね。あとはあのナポリピッツァのこの生地のふわふわもちもちさっくり感が、もっとむちゃくちゃうまいです。うまっ